韓国女優パクスジンが育児中にお花見に出かけた近況を公開した。パクスジンは2日午後、自身の SNS に特にコメントはつけず、写真を1枚掲載した。公開された写真には満開の桜が写っていた。活動を休みながら育児に集中していたところ、花見に出かけた様子だ。パクスジンは満開の花を写真に撮りながら、春の思い出を残しているようだ。育児中の近況を公開し、ファンに喜びを与えた。一方、パクスジンは2015年に俳優ペヨンジュンと結婚し、一男一女を設けている。出産後は育児に集中しており、芸能活動を休んでいる。Mnet キングダム、レジェンダリーを、視聴率 0.3% でスタート。1日放送の第1回では B2B、アイコン、SF9、ザ・ボーイズ、ストレイキズ、エイティーズの対面式が映し出された。イタリアのニュース雑誌パノラマの韓国はなぜ日本を超え世界を圧倒するソフトパワーは強国になったのかという記事が韓国で話題。日本の神話を消してしまったとも表現。また、韓流を率いる最前線に BTS、防弾少年団がいると紹介した。韓国で20代カップルが展示中の5億ウォン台の現代アートにペンキで落書き。作品の前に置かれていたペンキと筆を見て酸化型アートだと思い込んだとのこと。置かれていたペンキと筆は演出だった。